東京まで楽しく行きたい。バスツアーもいよいよ大詰め。バイバーイ。バイバーイ。観覧車にメリーゴーランド、超満喫した岸の山口、川上の3人。いやまたゆっくり行ってみたいと思います。今回いよいよ川上の夢、うどん作りが叶うかも。 NMB48 チャンネル始まるよ。皆さん寝てもうてたかな。2時間半も寝ちゃった。私夢見ましたよ。まさかの7時でもめっちゃもう真っ暗なってるっていうパターン、ほんまに季節の変わり目感じた。そうですね。なんかあの一つ忘れてると思うねんけど、うん、あのさ、ロール買ったやんか。あ、ほんまや。ロールは食べてないねん。ほんまや。だからかわいい。ロールを1本これ3本ロールでやるんですか。はい。え、でもなんだなんだ、これはなんだ、クリカクリとこいちゃってございます。あ、でも美味しそう。美味しそう。でもクリーム美味しそう。期間限定で。期間限定しときますか。の方で。やったー。ゲッツゲッツ。ご当地もゲッツです。ほいちゃん。食べよ。食べよ。いいですね。イエーイ。やったー。でもここでもあのやっぱゲームしなあかん。そうやろ。あかんねん。みんなで勝ったよ。あかんねん。そうゲームしたがるね。みんなで勝ったけどゲームしなあかんねん。いやもう3人で分けても十分出るぐらいでかいやないか。でもあかんねん、それはもう。それでは今回はこの黒ひげで対決したいと思います。お願いやからこれ前に向けてくれ。え、そう、前向いてなかった。黒ひげも前向いてない。じゃあもう一回もう一回もう一回いきますよ。今回はこの黒ひげで対決したいと思います。イエーイ。お、旅行っぽくなってきたよ。旅行っぽいよ。旅ロケっぽくなってきたよこれ。なんかルールは、うん、じゃあレナが勝手に決めますけど、刺、うんうん、して飛ばした、最初に飛ばした人以外全員食べれることにしよう。オッケー。これ飛んでさ、キャッチした人になんかない？ないな。ないか。じゃあ刺すな。まあでもそれは、うん、飛ばして落とすよりはまあいいってことにしよう。オッケー。わあ！やばい！やばい！ほんまに？キャッチする気もなかった。1回目飛ばんと思うやん。ほんまに言ってる。終わってんけど。え、これどこ刺しても飛ばん。何これ。もうこれは全然番組的にも面白くないし、うん、もうみんなで食べましょう。あ、でもユッピーはじゃあ、うん、なんかしたらにしよう。じゃあこのさっきのリカの、うん、そうやね、そうやね。あ、じゃあ今回はこれの、これの真似して。ロールの真似してこれでいい。でもこれ抹茶やから。ちなみに断面はどんな感じが見る？ほんなら真似しやすいように断面はね。うわ、ゆきそういうのじゃないんやけどな。めっちゃ美味しそう。こんな感じです。うわー、クリーム。さあこれでゆっぴ抹茶っていうこと忘れた。うまくね表現してもらいたいと思いますけども、ゆっぴの和三盆ロールのモノマネまで3、2、1。和三盆ロール濃茶。まあ、これやったらいいじゃん。まあ、いいでしょう。まあ、理科やったら、うん、やってくれるの。和三盆ロール、うん、濃茶でこっから出すけど。あ、なるほど。めっちゃうまいよ。さすが理科ちゃん。こっから出したらやっぱり、あの、クリーム感出るから。やっぱ叶いませんわ。まあ、でもいいかな。まあ、OK ですよね。あ、よかった。食べれて。じゃあ食べましょうか。やった。切れてない？書いてんねん。書いとってん。この糸で、え、すごい。こう切んねん。え、すげえ。え、すごいな。すごい。これ感動やねんけど。感動する。うわ、めっちゃ綺麗に切れてる。ほんまに切れてる。じゃあ私たちは買ったので、じゃんけん、はい、これを豪快に2つに割って食べたいと思います。いいな。だってもう全然抹茶の使い方がなんてなかったから。はい、レナピュー。わ、ありがとう。すごい、それお腹いっぱいになりそう。はい、レナ、ありがとう。わー、すごい。いいな。豪快に食べようぜ。食べようぜ。じゃあいきなりいきますよ、うん、せーの、いただきます。うん、うん、抹茶、うん、おいしい。おいしい。濃厚。濃厚やな、うん、じゃあゆっぴー、見た目とやっぱ食べてからも、うん、抹茶ロールの感覚がまた変わったと思うから、うん、それを踏まえてもう一回抹茶ロールのマネしてください。あ、なるほどね。ゆっぴの和三盆ロールのモノマネまで3、2、1。和三盆ロール濃茶パク。すごいハーモニー。それとちおとめミックスやん。とちおとめ違うよ。
なんか面白くなくてずっと食べていたくなってきた。面白くないって、それなこのミルキーにも言われてん実は。あー東京着いた、イエーイ。やったー、お疲れ様でした。お疲れ様です。みんなちょっといた、ちょっといた、ちょっと全然お疲れ様じゃないって。もう任務完了やねんけど。何言ってんの、今からレナピオの大活躍の本命うどん作りがまだ残ってますよ。あーそうやわ、そうとか見とくわ、食べる係になるわ。やっとこうやってね、こういう企画ができたから良かったですけどね、私バカみたいにずっと2年間もね、うどん作りたい、うどん作りたいって言ってやっと叶ったから。じゃあやって。はい、香川のうどんはチャンピオン、あなたの具材はレーナピョン、うどんの都香川県から来ました、宇宙一かわいいうどんの国の姫様、レーナピョンこと香川かみねです。ちょっと待って、なんかさ、うどんの都香川県から来ましたって言った今。まあこれはご所持上に言わなかったらしいな。レナピョンってさ、初めなんかちゃうかったかな。恥ずかしい、やらす、うん、最初ははい、うさぎぴょん、カエルぴょん、レーナぴょん、NMB48 の天然記念物レナぴょんですって言ってた。全然うどん関係ないやん。そう、全然関係ない。着いたー、やばいやばい。ここやって、めんこや、はたがや店。早速行きましょうよ、もう聞きましょう。あー、めんこや、こんにちは。こんばんは、いらっしゃいませ。ようこそいらっしゃいました。あの、私、はい、NMB48 の、 うどんの国のお姫様なんですよ、はい、で、うどんが大好きで、はい、もう挨拶も、はい、私自身も脳みそも全部うどんでできてるんですよ。うどんなんですね。お願いします。よろしくお願いします。めちゃくちゃ優しいじゃないですか。ちょっとびっくりとしましたけどね、うどんのお姫様って感じなんですけど。でも受け止めて神ですね。今日は王子様です、うどんの国の。ということで、今から作ってもらうんですけれども、はい、あれめちゃくちゃ気合入ってるやん、地面に。いや、それよりレナ君見てあげて。ハロー、あのこんな本格的なうどんを打つ格好したのは初めてなので、まあでもやっぱレナピョンが可愛いだけあって、やっぱすごい似合ってると思う。めっちゃ似合ってるんだ、似合ってる。これだけはもう似合ってますよね。うどんやったー。じゃあレナピョン、はい、早速美味しいうどん作って。作る、もう今本気。ここでうどんのコシ、味の発祥しがこう左右されます。あ、そうですよ。大丈夫ですか？大丈夫です。あ、じゃあちょっと本気でもっと美味しいうどんが作れるように魔法をかけたいと思います。はい、ぜひ。いきます。うどん、つるつる、ピカーン。わー、うどんが美味しくなっちゃった。まだやってないんで。大丈夫、大丈夫。もう美味しくなったから、これで。こうやって全体的に、はい、生地が均等に。なんかすごい。でこれを全体的に計400回、400回。ではうどんを踏ませていただきます。よし、うわー、すごい。わー、足全体で踏んで、分かった、全体でね。上手上手。これやりたくなってくるね、見てたら。すごい、次やりますよ、踏んだら。うわ、気持ちいい。それではミュージックスタート。マジで、え、やってくれんの？カモンレイカモンレイ、やってくれんの？おろくださいね。はい、絶対違う。ちゃんと踊らんのかい。やばいやばい、踏んでないだけ。うん、はい、でももう全然何回踏んだか覚えてない。今、今400回だ。400回だ。お、終わりやね。終わりだけど。全体的に踏んだ。はい、まだまだ、玉ねぎクスで、でも今はうどんミックスです。うどんミックス、うどんミックス、ありそう、おいしそう。はいはい、みんなやってきます。はい、ぜひ、ありゆかちゃん。うどん食べた、うどん食べた。あ、かけられるわ、ですよ。あ、きさきた、ごめんなさい。すいません。はい、綺麗に。レナピョンがちょっと緊張されるのが分かる。真剣で、そう、真剣レナピョン。で、いきましょう。前まで。うわ、難しい。はい、結構。もっと力入れて全然。難しいね。そうなんや。全体がこう、平たく馴染んだような感覚を見ながら。あ、ちょっとコツ掴んできたかもしれへん。
波をつけて、ああやって伸ばすんだ、端っこからね、綺麗になってきた。じゃあもう少し伸ばしてください。はい、躊躇なくいきますね。でも完璧やな、これ。うどんになった一瞬で押した時のこのリズムを感じていただいて、うどんを切るというよりこの音をちょっと覚えていただいて、でちょっと切ってみましょう。はい、でこのピョン頑張れ、難しいと思う。じゃあちょっと、だって簡単そうにしてるけどさ、はい、力もいるし、ね、いきます。もう長さも、わー、力がない。難しい。もう少し手を、頑張って頑張って、人差し指をこっちに出してもらって、もっと、はい、もっと、あ、そういうことか、ね、いいよいいよ、難しい。あー、難しいみたいや。やっぱ長さとか太さとか、あ、うまいうまい、あ、今のうまい、もうちょっと、あ、上手になってきた、あ、上手になってきたよ、はい、はい、もっと体重をかけて、あ、もういいよ、うんうん、はい、あ、はい、音がだんだん上手くなってきた、はい、あ、うまい、うまい、うまい、え、めっちゃ上手なってきた、やるよ、だんだん良くなってきた、いいですね、ここは。じゃあそのまま続けて、さすが、うわ、めちゃくちゃ上手になってきた、めっちゃ上手上達が、ほんまやね、どうですか、いいですね、いいですか、いいです、あ、でもすごい、もうここら辺がうどんらしいですよ。さっきこの辺めっちゃ太かったのに、ちょっと言うと言いますか、全然違う。すごいすごい。上達すごいすごい上達してますね。やったー。すごいすごい上手です。おお、もう手慣れてきたもん、ね。すごいセンスありますね。マジですか。いいっすね。マックスにします。はい。はい、では。はい、どうぞ、今です。いきます。はい。はい、で棒を少し沈めて。この棒に対して落とす、はい、はい、棒の上に落とすような感じで、はい、で10時から4時の方角に撫でるようにですね、はい、でそこの方からだんだんうどんが上がってくるので、でも、はい、ほんまや、上がってきたら今度火を落ち着かせますので、左右の意外とね落ち着いてますね、はい、で OK です。で後ろのストップウォッチをのスタートボタン、一番右のボタン、一番右のボタンを押して、はい、スタート。4分待ちます。4分、はい、はい、これでも結構いいうどんか悪いうどんかっていうのが大体わかるんですけど、こうやってうどんがそこから上がって、こうやってこう散らばるうどんは結構いいうどん、すごい、やった、え、これ私が売ったやつですか。そうです、そうです、もちろんです。すごい、やったー。なんかこう喋るときはいつも天才で、うどんに向かうとも顔が真剣、カウントダウン、ゴー、ヤン、3、2、1、ピピー、はい、止めましょう、はい、一番右のボタンで、はい、はい、で、やけどするので気をつけて、はい、はい、端からですね、はい、端からですね、そこの方から、あ、いいですね、うわ、重そう、はい、重っ、はい、で、そっちの入れますね、はい、はい、はい、OK です、はい、はい、じゃあこれも、はい、じゃあ一回黒い、黒い線を、そこのゴムを引いていただいて、線を抜いて、水をひねって、水を今度溜めます。で、まだ今まだうどんの方は触らずに、まだ柔らかいので、はい、水がひたひたになるまでそのままじっと待ってください。はい、もっと、なんか真剣なとこあるやん。だってもう今もう緊張しすぎて、脳みそのうどんが全部絡まっちゃって大変なことになってるもん。大丈夫それ。全然大丈夫じゃない。もうちょっとですか？そうですね、もう少しですね。聞くときめっちゃ声低いの。ガチのトーン。だってさ、いいことですね。大切やんか、やっぱりこういう、じゃあそろそろ、じゃあ水を出したままじゃあ水を出したままでいいんで、ちょっとこうほぐすように、うどんを横から、はい、指を入れて、はい、ほぐすようにしてください。手早さが大変、うどんがほんまにツルツルしてる。出来上がった、出来上がった、3つ、はい、やった、やった、うどんの完成でーす、やったー、早く食べたい、うん、せーの、いただきまーす、よし、よし、うん、うん、めっちゃコシがある、お、うん、え、もちもち、お餅みたい、
もちもちのを初めて食べました。ね、なんかもちもちやけど口に入れるときにめっちゃつるんと入ってきますね。美味しい。え、もう100点です。もうこんな美味しいうどんを今まで作れたことがないので、どうですか。うん、うまい。やったー。わ、まさか、だってうどん職人に認められるなんて。ちょっと、めちゃくちゃ腰もあるし幸せ思った。なんかレナピョンうまいやん。うまい。ほらだから言ったよ、レナピョンはお姫様お姫様って言ってるだけじゃなくて、こうやって本当にうどん作れるんよねって言ってるやん。公認ですね、これで。そうですよ、見直しました。見直しました。ほんまにみんな急に優しくなっちゃって、いやいや、ほんまに美味しいから、うん、ほんまに。じゃあもうみんなでいっぱい食べよう。もうツルツルでもちもちで、ね、大阪から東京まで、いや、めちゃくちゃ楽しく来れましたよ、ね、ほんまに。だってリカちゃんがしたかったことやもんな、これ。そうなんです。これ自体が全部ね。そうね、いつもは新幹線で、うん、2時間半で、うん、音楽聴いて、そう、寝たりしてたけれども、うん、こんなに充実した旅はないよ。これからもさ、他にもさ、この番組でいろんなことやっていきたいよ。やりたい。そうやな、なんかもう私たちの夢を叶えてくれる、うん、番組になってますから、ほんとに。まあなんかこんなん言うのもさ、あれやけどさ、他の番組のロケってさ、うん、過酷なんとかめっちゃやってるやんか。確かにね。そう、怒られるわ。怒られるけどさ、でもなんかまあそれ楽しいけど、うん、たまにガチでほんまに苦しいやつとかあるやんか。で、ね、でもこのロケって3人ともしたいことが全部叶えられたし、もう私このロケの専属あれになろっかな。レギュラー、レギュラーになりますよ。それ私もなりたいです。じゃあ、いや、そんなん私だってなりたいですけど。この3人でレギュラーになってほしいですよ、うん、いやいや、でもさっき大人の人が言ってました。あの、ずっとチャンスが回ってくるわけではないけれども。言ってました。嘘、形入れまぴょん。そうなんですけれどもね、なんてこった。でも朝 70% ぐらいの笑顔から始まって、はい、今はもう 100% です。 100% だ。もうめちゃくちゃ幸せな旅でしたね。幸せ、うん、よかったです。よかった。また次の企画も楽しみに、はい、楽しみに、はい、行きましょうね。はい、というわけで岸のりかプロズビ、というわけで岸のりかプレゼンツ東京まで楽しく行こうでした。はい、バイバイ。はい、OK です。ありがとうございました。